はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズ・トゥ・ダイというわけでやっていきましょう。本日は、前回から続いている、とりあえず矢のパーツを入れ替えよう。コメントあったから。これと、そして、これを取って、前回からね、前々回か、鉄を集め始めてるんで、それをちょっと進めたいなというところと、なんかつけれるのある、ないよね。まあ、いっか。あ、そっか。ハンマーとかさ、あれだね。鉄になるから美味しいっちゃ美味しいんだ。まあ、とりあえずこれを後ろに置いてこよっか。で、石ちょっと欲しいかな。あ、石あるじゃん。ダイレクト石が。いくらいいかわからんから。とりあえずリペアして、行きましょう。OK。で、あと前回、近道ルートを発見したんだよね。どこだっけ？ここだっけ？ここからこう行ってこうか。これで簡単に外に出れると。よし、とりあえず後ろに行きたいんでこっちから行くか。おお、いいね、早いね。しかもここゾンビがいないからありがたい。で、今日も、ちょっと鉄集めの続きをやりますよと、そういう感じですね。あ、ここか。外上げたか湧いてたね。ここのシャフトちょっと気になるね。うわ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 、ゾンビの声しなかった。機能性、こっちも来たよね前回ね。この先がもう下に降りるしかないはずなんで、一旦降りるか。これも全部漁ってあるもんね。オッケー。で、こっからゾンビがいるはずなんで、ちょっと倒しながら行くか。何が欲しい？鉄だな。だから武器。武器というか、道具？道具系チェストあってもいいな。分解したら鉄になるからね。よし。粘土も欲しい。どうも欲しい。ゾンビがいる。ゾンビがいる。もうね、見つけた時に倒しとか。いやでも船内のレベル上がるか。危ない、危ないというか食らってるもんすでに。ういー。ってことは裏側にもいるってことか。こいつらかな。粘土落とすなら喜んで倒すんだけど、粘土がないんだよ。雪だしね。まあスコップでこれとか。いや、この土箱みたいなやつ、土じゃなかったんだよな。あってもセメントなんだよね。外すんかい。ミサイル開けるか。燃料、矢印ちょっと気になる。関係ないよなこの矢印は。ただ穴に落ちないように俺が置いた矢印だよねきっとね。危険だよっていう、穴が開いててはまったら痛いよっていう。うぃー、びっくり。今のちょっとホラーだったな。あの走り方してくんの。よいしょ。まだいるな。どこにいるんだろう。犬チェックしとく？いなさそうだね。え？いや。
あれ、こいつか。こいつにこれつけとこう。ファイヤー、はい、読むかで、売る、買う、粘土買う、粘土、粘土もしかしてない、品揃え変わってない、むしろ。でね、前コメントで電気柵なしですよねって言ってたけど、なしは無理、無理です。電気柵はないと思う、無理だよ、勝てないよこれは。だって警察官普通に上がってくるもん。無理です。うーん、どこ行こっかな。ちょっとあんまり行ってない場所行ってみたいっちゃ行ってみたいよな。こっちなんか隠しありそうじゃね。ないわ、ないわ、1枚だわ。あんまり行ってない場所、もう全部行ったかな、ほとんど行ったか。もうこんなの持って帰ればええやんねえ。お、椅子取っちゃうか。こんなの持ってっちゃおうよ。あー、失敗した。アイテム置いてくんの忘れた。いや、変なこと考えない方がいい。よいしょ。こっちだね。でもこっちでいいか。回復。で、こっちにちょっと入れて、邪魔だ。入れて、入れて。下のあれも気になるな。下のハッチも気になったよな。ここら辺は地下に降りるとこないの？あるじゃん。あるじゃん。1段階か2段階降りたいよな、そのまま。あー、絶対ゾンビ湧きそう。意外と最近来た後だった。意外と最近来た後だったわ。で、行き止まりで、上がるとこないと。おっと、でもこれご飯の場所だからな。行ってもな、あっちはのご飯チェストだしな。ここかな、まだ面白そうなの。うわ、絶対やばいっつってるようなもんだからな、壁壊れてるなんて。ゾンビ湧かない？湧かないなら壊してもらっちゃおう。出るか？メカニカル出るか？出ない。今欲しいのはメカニカルがあと何十個だっけ？と、鉄がたくさん。メカニカル何壊したら一番出たっけ？やっぱ椅子が一番な気がするんだよな。エレクトリカルはとりあえずいいんだよね。ジムが見つかれば一番嬉しいかもな。ジムだったらダイレクトでスチール手に入った気がするんだよね。なんか忘れてる気もするな。コメントもらって、弓の切り替えはやった。うん。多分大丈夫。もう一個ぐらいタスクがあった気がしなくもなくもないけど。こっち殴られてるよ、こう。よし。うわ、壁穴開いてるやん。壁穴開いてるパターンか。あ、ここ前回覗かんかった、こっから。そんなことないな。ん？どっから覗いた？なんかちょっとチラッとここ覗いた記憶あるような、ないような。
触る。ゾンビの声がする。いらないな今。よし、でいっか。お、シミュレーションルームじゃない、ここ。お、シミュレーター来たね。一旦クリアリングするか。やばい、まずい。ん？シミュレーターだけで軍人がいない感じ？シミュレーターだけで軍人がいない感じか。軍人がワンサが来ると思ったんだよね。シミュレーターなんだから軍人だろ普通。なんで実験室みたいなことになってんだよ。残念だ今のやつ。あ、この先まずいわ。この下まではセーフだけど、この下の隣が行きたくないルームだね俺がね。一回で満足ですって感じの鉄が出たら嬉しい。これ色いらんよな。色はつける必要ないだろ。いるかな。いらない。あ、こセメントちょっと持っといてもいいか。 OK。 てれん、ゴミ。うわ、下。うわ、思い出しちゃった、下。そっか。うわ、思い出しちゃったな。危ない部屋？リアクター？リアクター部屋の入り口ってさ、いい感じのチェストあった気がするんだよな。くっ、あのチェストにつられて、うわ、ビール置いてきてね。あのチェストにつられて俺はリアクター部屋行かないといけないのか。嫌だな。嫌だな、リアクタベ行きたくねえな。いや、どうしよう。もう少しなんだよな。でも鉄が、鉄がこの隣の部屋なんだよね、リアクタベ。そもそもがここからやらないといけないっていうゾンビを。ここどこにいたんだっけ。武器庫あったな、そういえば。今夜、今夜じゃないか。行くか。武器庫は攻めていこう。ここから帰るのはあっちの方が楽なんで。うわぁ。よし。それもゾンビじゃね。しかも残忍。あのゾンビだ。2匹おるわ、あっち。はあ。ライト、ライトついてこれか。嘘。結構まっすぐ飛んだ。何も変えてないよ。真ん中ってなんだっけ？あ？って書いてある。ウェポンロッカーって書いてあります。リロードよし。いっぱいいるだろ絶対ここ。一回そこ見るか。あー、ここね。なるほどね。なるほどねの場所だな。あ、ゾンビいない？
いや、昨日のゾンビのあの謎の湧き思い出したらマジヒヤヒヤすんね。本当にいないからって安心できないっていう、すげえうめえ、低賃金ボックスがうめえな一番な。スチールダイレクトはありがたいんだけど、うわぁ、そう考えたらいかんといけないのか、あの部屋。あれ、あさりそうじゃない、ダメか、ちゃんとあさってそうだな。これしゃがんだるって意味あんのかな。隣の部屋のゾンビ起きたらだるいもんな。うわ、ゾンビいっぱいいる。よし、え、ダンボール、よいしょ、どうしようかな。チェストがある、チェストでかダンボールがある。起きたし、歩いてく。待って、走ってる。走ってないかこいつ。まあ、いいんだよ、普通のゾンビいいんだよ。上、完全起きるよ今ので。普通じゃない、そう、こういうゾンビが怖いんよ。意外と食らわない。で、誘爆とかしない限り大丈夫か。一応思ったより食らってないかも。ちょっとだけ警戒緩くしてもいいの。いや、でも警察官な、警察官めっちゃいるんだよな多分。武器庫開いてくれ。開いてる。あ、ちょっと待って、これさ、こっちの隣の部屋の奥が武器庫であって、こっちは武器庫じゃないんだよ。もしくはこっちの隣の部屋の下が武器庫みたいな。あそこの奥だもんね。あそこの奥行ってみたいな、武器庫。え、ここちょっと探しに行ってみようか、この武器庫。どうしようかな、ここから行こっかな。ここは戻ろう。わったへら、ゾンビいる。警察官いた今。最悪だわ。うわ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 、お前何やってんの。あぶねえ、枠タイミング悪すぎ。まあ悪くはないか、ギリギリセーフというところか。タイラー、警察官って名前警察官だよな。ちょうど俺が前ここに来てたんだな。最悪じゃねえかこれ。もうちょっとしたら隣の部屋湧くな。ってことはこれ今チャンスあるわ、壊すチャンスです。さっさとここを去れば何事もなかったことにできます。早く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 去るぞ。俺はここにいなかった。いいね、いいね、よし。こっちの真ん中か。よいしょ。オッケー、帰ってきた。はい、こっちも開いてる。どこにいるかわからん、この声。上か、上に湧いたのか、可能性ある。サバルーム湧いた可能性ある。うわ、だるタイミング。ここどこだ、ここさっき通ったな、ここ通ったな、こっから来たの俺。うってさ、俺施錠済みのルート入ってたわ、入っちゃダメルート入ってたわ。これあれなんだ、
ちから、なんていうの、甲板から来る、甲板じゃないな、リアクターから来るルートなんだ。ここの先武器庫ありそうじゃね。この隣、この間ぐらいだよな、武器庫な。なあ、一回でも閉まってきてもいいかもな。うわあ、この先やべえところだな。ここ行く必要ないよな。武器庫。武器庫。これ行っていいのかな。いや、ルートちゃんと守りたい派だからな。ここはどうなのって思うかもしれないけど、ここはセーフということで。とりあえずこっち行くか。はい、生きてるわ。待って、やばい。感覚壊れた。よいしょ。お感覚壊れました。 OK、 エアルじゃなければ大丈夫、いらない。うわあ、ん、何、いつか転がってきただけか。うわ、めっちゃゾンビの声すんだよな。びっくりする、さっきからこいつにビビらせられてるよ。めっちゃ、そういえばさ、セブンデイズダイってあれだよね、建物の中で徘徊する系のゾンビっていないよね。いても不思議じゃないのにね。実装されたら嫌だけどさ。ブロックを絶対に破壊しないようにすればさ、その全然ありだよね。だ、ブロック破壊が本当にセブンデイズトゥデイをよくなくした。確かにブロック破壊できないとプレイヤーが立てこもっちゃって面白くなくなるのも事実ではあるんだが。何、隣、何部屋か見えない。これ下、これ下っぽい、えぐ、残忍クローラーだって。残忍とかいるんだ、クローラーに。這いずりが早いのかな。矢はあと43本。あー、殴ってんね、どっかね、どっか殴ってますわ。どういうこと？ここはどこなんだ？さっき置いた場所か。あっち側でゾンビ殴ってる、どっか。うわ？あ、やった、俺、どっか起こした。うわ、なるほど。こいつらの声だったのか、さっきの。メカゾンビ降ってきそうだな。どこだこれ、上か。この隣の部屋やっぱ起きたのでは。破壊、破壊するのがだるいんだよな。ちょっとハロー作るか。
終わりの部屋だった。とりあえずさっき行かなかったっけ俺。何部屋だ俺。待って、フェラルだし。え、当たってる。当たってる。え、シミュレータールームじゃんこれ。よいしょ。起きちゃった、あっちも。待て。あっ、ねえ。まあ、一発投げられたけどね。アタックね、こいつ。これ、パワーアタックだぞ。スタミナなくなった、全部。やば。あいつ、硬すぎてやば。硬すぎてやば。よし、ちょっとだけ一安心。こっちも鍵かかってるよ。え？え、こっち俺来たことないじゃん。つながってると思ってた、あっちと。武器箱。うん、微妙。とりあえず新しい部屋を見つけたということで、今日も一応は進展ゼロではなかったとな。くっ、ゾンビが殴り続けてるわ。よし、さっきのシミュレータールームだよな、間違いなく。猫が騒いでるぞ、どうで喧嘩しとるかな。さらにうるさくなったら親が起きてくるわ。見えてるというか声がしてるのに飽きた。声がしてるのに。待って、あっちにもいる。なんかほら、下歩いてる。クロスボウか。しゃがんだら見えねえ。どっから来たんだあいつら。まだ来る。結構遠回りで上がってきてる感じだな。え、どっから来るの。来た来た来た。見ていくか。いや、これでいっか、ハンマーで。パワーアタックでどうにかなるだろ。よし。でももう一匹上がってくるんだろう。じゃあ、その間ちょっと暇つぶし、散ってくるか。殴ってる音が聞こえたら帰ろう。殴ってる音聞こえるけどな。え？どこだ？隣の部屋か。あ、やっぱ壊された。無気速度早い。フェラルかこいつ。違うわ。よし、ちょっと壊されすぎたな。これ後ろ取られる可能性あるんで、ちょっと嫌ですね。うさー、ここじゃない？もしかして。違うよね。ここ行く必要ないんだよな、マジ。なんで？いなかったじゃん？なるほど。で、左が起きると、今度は。正面も起きると。いっぱいいるもん。やめた。
もしよ、ウォー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 、どうやって帰ろう、ウォー、海に突っ切ってみるか。いや、そしたらゾンビいっぱい起きるから、やっぱり倒すしかねえのか。だるーい。左奥の部屋、右前に1、わ、3だった。4、めっちゃいっぱいいるやん。スクラップ1匹、よいしょ。大丈夫本当に。グレイシーちゃん出てこない？あそこグレイシーちゃんじゃあったりしない？いや、嫌な予感するな、あそこの部屋。なんか横開いてない？グレイシーちゃんは嫌だよ。インベントリ開いてねえし。うわ、あそこだな。奥が起きるの。やめよっか。そこ左の部屋開いてない？左の壁が壊れてたらグレイシーちゃん部屋の可能性大。いやでも俺もっと危険だよっていう、なんか目印ちゃんとつけた記憶があるような。お前のせいで起きた、どうすんだよ。クリスちゃん来た。これは AK を取り出せばどうにかなるか。あ、やっぱここだ。クロスボタンですか。とりあえずこれ直しとく。リロードチェック、リロードチェック。うわー、残弾ないな、余分の。せめて扉閉めるべきだろ。でも扉閉めたらあれっぽいんだよな。気づかれそうな気もするんだよな。あっ、前の俺まさかの湧き潰ししてやがる。なんてこったい。なんてこったい。天才おったかもしんない、もしかして。もしかして天才おったかもしんない。いいよ、その判断正解だと思うわ。扉閉めてないのはどうかと思うけど。扉閉めてないのはどうかと思うけど、湧き潰しの判断は丸。そこゾンビいる。動かなかったら気づかなかったな、あいつ。待って、残忍って書いてる。こいつあれだな、かい開発者の名前だな、多分な。うわ、びっくりした。そうだよな。出てくるよな。おい、ヘビ。2ヘビ。よし。お肉、結局来た。そろそろお肉確保しないとまずいか。これスクラップにしてもな。まあ、いっか。ベンチ。肉。最近お肉取ってないから。特にフェラルホードで肉回収失敗したからな、この前の。警察官いるくね？頭が見えない。素晴らしいけどレベル上がっちゃった。もうレベル上がったのが嬉しいけどさ、嫌なんだよね。どんどん船内の難易度上がっていくんだよね。カー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 カラス。うわー、びっくりした。黄色かったからあいつだと思って
殴って違ってたから焦って壁殴ってたわ。空を打ちたかったのに。空打つの失敗して。これ左武器庫だったりする？イエス。あ、正面がむしろ武器庫だわ。いるよね、ゾンビね。待て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 。前は毒はあったよね。それとモッドだったっけ。いろんなのやりすぎてさ、それが何なのかが分かんねえや。倒した倒した。毒やばかった記憶あんだよね、直せなくて。うわ、使うか。バンテージ食らってるからこれ使っちゃうか。消えちゃった。武器庫いけなくね。うわ、しかもこれちょっとでかいかも。この武器庫トイレじゃん。しかもめっちゃいっぱいいる。めっちゃいっぱいいない？もしかして全然いない？全然いない？空いてるんだ。空いてるんだ。いっぱいゾンビ湧いた。左右にいっぱいゾンビがいた。びっくりするって。くっす、これ無理じゃん絶対。当たらんって。当たったわ。手に当たって死ぬゾンビって何なんだよ。今レーサーが出てきたかと思った。これ見て、左上、これこの角度びっくりするわ。ピーってレーザーが出てきたかと思った。マジびっくりした今。え？こっちいる？いないよね。いや、回収できない。怪しいな。ヘビー。ヘビー。いいんだよ。隠しがあるわけじゃねえのかよ。ここに繋がったんだけど。おお、なんかすごい今日。ここってどうなの？この壁ってどうだったん？もともと壊れてたん？それとも、いや壊れてるよね、さすがにこのボコり方は。いいね、今日初めてのいい場所回ってんね。これ無理だな、これ無理だ。ジャンプではジャンプで行こうかと思ったけどこれ無理だ。うん、いいねやつです。落とすか。落ちないんかい。ここ多分初めてじゃない、来たの。ここ来ようとして俺落ちてめんどくさくって、もうアイテムいっぱいだしっつって来なかったことある気がする。ゾンビはおらん。おお、奥にも人や。あれ、もしかして俺知ってる、この部屋。
見覚えある部屋だったりする、実は。あらあら、この部屋知ってるかも。知ってるかもだけど、あされるな、一応な。うわ、胴体じゃダメか。うわ、胴体。やれ、弓チェンジしないとダメか。いや、もうちょい強ければアーマー無視するよ。アーマー無視系ってたまにしかないよな。弓にはオプションでついたりしねえもんな。そうだよ。スキルでワンチャン貫通力アップとか。あれ、待って。やっぱり来てるな。来てるけど、あんまり余裕がなくって、すぐ、待て。異常済みだって。うわ、だる、ここの壁向こう。繋がっててくれ。あ、ここなんか見覚えあんな、確かに。この感じ毎回やったよな。同じことやった、お前も。うわ。いっか。ミサイルめっちゃいっぱいある。電気のレシピいっぱい入ってる。あれ、ゾンビ力ね、どっか。こんな爆弾いっぱいあるとこ痛くないんだけど、俺。ゾンビがカビの殴る可能性のある場所で。爆発するかしないか分かってないんだよね。あいつゾンビだ。よかった。うん。一旦アイテムしまいに来てえな。あ。待て。うわ、ゾンビどっかいるな。目の前いたよ。何を見てたんだ俺は。目の前にゾンビ転がってんのにどっかいるなとか言ってたのか。これどこだっけ。多分、あ、下に行くんだけど。ガンガン下に行くんだけど。そうだよな、ここだよな。うわ、これ戻れるか。お、いい場所来たじゃん。ここなんだけど、あれ、ちょ待って、どこだっけ。こう来てなんで、こう来てで、あっち、あれ、あれ、ここ降りてきたよな、俺の。あれ？こっから出てきたのか、俺。なるほどね。いや、起きる時間か。あっちへ向かって行きたくって、右の左だな。なんだけど、と見せかけての右ですね。見せかけての右です。あ、ゾンビ湧いてるかな。いてる可能性あるけど、はい、よし、ここが使えるから、よし。これでさっきのとこ戻るか。戻れるかな。目を起きる時間でもある。困った。あれ、ここどこだ。さっきのとこにめっちゃ似てるけど。待って、正面武器庫じゃね、これ。ウェポンロッカーって書いてあれ。
であるけどもって感じ。え、外。え？うわ、扉ぶっ壊して入りてえ、マジ。だから、ここの後ろの上が武器庫。ここの上が、ここの正面ぐらいが武器庫、多分。ここの右下が武器庫。あれ？う、この武器庫でけえぞ、多分。2階建てぐらいの武器庫だ。じゃ、これ次回は武器庫を探す回かな。鶏かい。めっちゃびっくりしたわ。ヒヤッとするわ、ヒヤッと。あ、俺帰ってきた、俺もしかして。帰ってきたな。ん？武器庫どこなんだ？だ、ここの下が武器庫ってことか。ん？あそこの奥が武器庫。この隣が。トレーダーの下が武器庫だな。トレーダーの下どうやっていくんだ。トレーダーの下どうやっていくんだ。トレーダーの下か。真上は行けたことあるけど、下は行けたことねえよな。多分さっきの部屋だよな。さっきの斜面ルームに帰るような。あ、違う違うわ。斜面ルームじゃないところに帰ってきた。斜面ルームにつながってはいる。一応開かないんだ。なんだこれ、なんか貼ってある。ウェポンロッカーやばいぞここ。え、ここクエストなんじゃね、さすがに。さすがに食えそうな気がする。でかすぎるわ、ノッカーが。でかすぎるくせに俺一回もアクセスできてない気がするような、しないような。で、ここの上、奥にもさ、はしごかかってた気がするんだよな、確かな。あ、勘違い。うわ、勘違いじゃないわ、やっぱり。おかしい。こんなに入り口の多いウェポンロッカーってわけわからんやん。おかしい。さっき潰れちゃってる。なるほどな。なるほど。どうしよう。うん、どうしよう。じゃあこっちやねえわ。こう、こっちの人が武器庫。これも多分武器庫。ここの正面武器庫で、なんか2階建てぐらいのここに大きい空間が入ってるって感じだよな。ここはつながってないから。あれ？でも繋がってなくない？ここの下通ってかないと繋がんないな。あっちまで。繋がってんのかな？待って、ここの下って確かにあんまり行ったことないのか。え？この下。この斜面の下、実は謎空間だったりする？この
ここの右。ちょっと行ってみようか。うん。うわ、覗く、開いてるわ。ここ。ここだ、最初フェラルに出会った場所。あれ？でも、あれ？どうか。ちょ待って、ここ絶対漁らんといけないわ。いや、ここ一番大事な場所だった。この船において一番大事な場所を。初日に来たのに、初日過ぎて場所を覚えれてなかった。いっちゃん大事な場所を。ゾンビいない。うわ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 。この船においてマジで一番毎週漁るべき場所だ、ここ。やったな、やったな。多分ここでスチル結構手に入るぞ。今のところそんなに、今のところそんなに、今のところそんなにだな。ペンキめっちゃいっぱいもらってるだけだな。ペンキもスクラップできないぐらいもらっちゃったわ。よいしょ。 OK。思ったよりかも、もしかして。それはそれで悲しいけどな。それはそれで悲しいけども、まあ、まあ取り逃した事実の重みは減るわな。ないか。うわあ。ってことはあっち行かないといけないな、もうそろそろ。もう一箇所のこういう場所、もう一箇所のこういう場所あったもんね。あそこもう復活してるんじゃない？あっちはちゃんとゾンビいっぱいいたけど。え、待って、その隙間何？え、その隙間何？ゾンビが待機してただけか、ここ。ゾンビの待機場だ。あ、そうだ。待機場だ。なんでいないんだろうね、ゾンビね。俺、前、もしかして来た、ここ一回。おお、ほお、いるし。いらないね。前も来たかもな、一回は。ちゃんとずっと忘れてたわけではないかもしれない。一回は来てるっぽい。最初以外にも一回来てそう。とりあえずあっち行ってみるか。そこのハッチが開くかどうか問題が俺は一番気になる。よし。あれ？開く？よいしょ。さすがに。スイッチついとる。スイッチついとる。ウェポンロッカーのスイッチついとる。というわけで、じゃあ今日は今回ここで終わりにしましょう。ちょっと重たくなりそうだ、この先。まだ先、あのさっきのあのルートをチェックした後だから、ちょっとやばそう。
あの感じ2、3階層ぐらいになってそうな雰囲気あったんで、結構忙しいことになる気がする。よし、というわけでじゃあ今日はここで一旦終わりにしましょう。さすがにここ敵湧いてきたりしないもんな、ログインした直後に。うちのドアが開いてるからだけチェックして、開いてないね。次回ウェポンロッカーって書いてある、ウェポンロッカーって書いてあるわ。行きましょう。ついに見つけたわ、入り口。こんなところにあったんか。完全見落とし、東大元暮らし。なんか俺つかない。いや、つかなかったよな、多分。そうだよな。これにこれつけたら微妙なんだよな、多分な。2個しかつかない。ウェポンロッカーか。インベントリ整理して突っ込みたいではあるな。いやでも俺忘れちゃいそうだからな、場所。というわけでじゃあ今日はこれで終わって、次回このままウェポンロッカー突っ込みましょう。日とか場所を忘れる前に。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。しっかりした。楽しみ。